はい、こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、メレルのトレッキングシューズをね、紹介したいなと思っております。それでは最後までよろしくお願いいたします。まずはね、デザインですよね。もうこのデザインがね、まあかっこいい。横から見てもね、前から見てもそうなんですけど、後ろから見てもね、いやーかっこいいですよね。こう自分がね、入った時に上から覗いた感じもね、まあいい感じでね、かっこよくなってるんで、まあ、デザインはね、非常にいいと思います。そしてカラーもいいですよね、まあ、ブラックというか、まあ、ちょっとグレーが入ってるんですけど、グレーとブラックでまあ統一されてるんで、まあ、大人のね、登山靴の雰囲気があってね、僕はね大好きなんですよ。でこのメレルのブーツをスタイリッシュに、より都会的にしたいなと思って買ってきました。まあ、324円のまあ、激安のね、シューレース、アシックス製なんですけどね。まあこれがめちゃくちゃ似合ってるんですよね。このブラックの靴紐、シューレースに変えてから、街中で履くことがね、多くなりました。黒一色のコーディネートでも、このメレルのブーツが対応できるんじゃないかなと思います。シューレースをね、一つ変えることで、劇的に雰囲気を変えられるのが、まあ、靴の楽しみ方の一つでもあるんじゃないかなと思います。そしてね、柔らかいんですよね。いや本当にね、足に優しい登山靴だと思います。ゴアテックスのね、登山ブーツの中ではね、結構柔らかい方の部類だと僕は思います。いろんな足の形にしてもね、ちゃんと曲がってくれるんで、本当に柔らかいと思います。で、まあ、柔らかいんですけど、ちゃんとね、保護してくれるんですよね。クッション性もね、高くてね、そしてフィット感もね、いいんですよ。それに加えてね、ターン部分もね、クッションもね、いいんですよ。結構分厚いクッションが入ってて、まあ、そのフィット感がね、まあ気持ちいい。シューレースをね、ちゃんと締めてあげるとね、フィット感がね、抜群にいいです。登山靴ってね、新品の時にね、履いてすぐ山に入ってしまうとね、まあ、何らかね、不具合があるというか、まあ、足の一部分がね、痛くなったりするんですけど、このブーツに関してはね、まあ、それがないです。まあ、少なからずね、僕の場合はありませんでした。新品の時から、まあ、柔らかかったんで、まあ、靴ずれの心配はねありません。ということでね、本日はこの辺で終わりたいなと思います。登山用のためだけに登山用の靴を買うのがね、ちょっと惜しいかな、靴ずれがちょっと不安かなっていう人にはね、めちゃくちゃおすすめできるメレルのブーツだと思います。登山だけではなくってね、シューレースを落ち着いたものに変えると、まあ、登山用じゃなくってレインブーツとしても活躍が期待できるんじゃないかなと思います。今日はそんなメレルのトレッキングシューズの紹介動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。